エマ・フルベッキは、米国聖公会から日本に派遣された、アメリカ人女性、宣教師。立教女学校、立教学校、東京女子師範学校付属高等女学校の教師。長崎生まれ。グイド・フルベッキ夫妻の次女。生後半月で他界した長女と同盟。フルベッキの他の子供たちと同様に、フルベッキの名優チャニング・ムーア・ウィリアムズから洗礼を受け、 成公会の信徒となる。東京帝国大学で英文法を教えていた H.T. テリーの妻である。1863年2月4日、グイド・フルベッキ夫妻の次女として長崎で生まれる。アメリカに帰国後、カリフォルニア州オークランドで大数学、幾何学、ラテン語を学び、高校を卒業。立教女学校校舎米国成公会、宣教師として、 高校卒業後すぐの1883年2月2日に19歳で再来日。その年の春からフローレンス・ピットマンが校長を務める立教女学校で英語と音楽を教え、6月からは立教学校で英語を教える。特にその音楽指導は評価が高く生徒から警護された。エマが赴任した当時の立教女学校は、 ガーディナー夫妻が住む築地居留地26番の住居の2部屋が教室として利用されていたが、1884年にジェームズ・ガーディナーの設計で、同地に洋風3階建ての美しい新校舎が竣工した。1885年4月に22歳となったエマは、東京女子師範学校付属高等女、学校専修科に、英語、音楽の教員として採用される。 同年秋からは父、グイドフルベッキと一緒に東京で暮らす。父の生協を見届ける1898年まで立教女学校で音楽と英語を教えた。同年、一度アメリカに帰国するが、翌年再来日。1899年7月に東京帝国大学で英文法を教えていたヘンリー・テラー・テリーと結婚し、長く日本に住んだ。 ありがとうございます。